今日はこちら。じゃじゃん。のチュールを用意しました。はい、以前ですね、これ今日はなめんのこれネコ科のトラに行きたいと思います。はい、楽しみですね。ティガ君ですね。はい、はい、で今回こちらのチュールをあげてくれるのは初登場のエなんだ、目黒さん、こんにちは。お久しぶりです。お知り合い、うん、知り合いですよ。ええ、この前も会ったばっかりだった。虎にチュールあげるということなので、私いつもですね、虎結構担当して餌とかあげてますので、今日はですね、チュールあげてみたいと思います。一応猫科なんですけど。そうですね、でも肉しか、肉ですからね、いつも優しく食べてるのが。いや、そうです。どんな反応するのか、大興奮になるのか、おとなしくチュルチュルと食べるのか、激しいティガーが見れるかもしれない。では、やっていきたいと思います。はい、行ってみましょう。これはね、激しくならないですね。あ、もう分かります、血圧が。分かります、激しくならないです。うん、うん、これはね、とってもいいことです。とってもいいことです。うん、とってもいいことなんです。うん、これお手をするのはすごくもなんともないんですけど、まあ、こういうことをさせてから食べさせるというのがすごくいいことです。うん、なぜかというと、まず全動作でそれをやって、まず落ち着かせて、それから何か食べ物にありつけるというふうに、このノルアドレナリンのですね、分泌量を下げてから、食べ物を与えるということを練習させると、食べ物を見たからといっても急に興奮することなくなりますんでね。へぇ、何でも嫌なのかよ。食べるかい、チュール、はい、どう、あ、食べる食べる食べる、あ、あ、ちょっと食べた、あ、食べた、おいしい。一口目のチュール、初めてのチュールで、あ、なんかすごい優しいですね。うん、うん、おいしい、おいしい。かじろうとしてるかな。おいしい、意外と上手。おいしいですか。あぶない、頑張ってくだめないのさ。手で取るの、あ、おいしい、おいしいんだ。優しく食べるの。そう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 、優しくね、ティッティ。あの、これごと食べたいみたいです。袋ごと、これごと食べたい。これごと食べれないのよ、うん、ティガ、うん、はい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 、うん、ちょっとね、手近い。じゃあ1本目完食ですか。完食ですね。じゃあ2本目いってみますか。じゃあ2本目いきたいと思います。はい、じゃあどうぞ。ほんまんま、鳴き声はやっぱ結構立派な虎ですね。そうですね。あ、お前あうってすんじゃないの、怖いから。すごい迫力が、迫力ありますね。どうですか、美味しいですか。はい、どうぞ。カプーチン、カプーチン滑るんだね。あのね、猛獣だから自分で持ってる力強いからね。美味しいね。二本目でもなくなっちゃいますよ、もう。あっという間。ティガ、最後一口かな。じゃあ三つ目いっちゃいますか。じゃあこちらね、最後のチュールチュールタイムになりますよ、ティガ君。ティガ君。はい。最後のチュール。はい。もう待てない、待てない。おいしいね、おいしい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 。ちなみにハサミ味をご用意しました。ハサミ味だね、ティガ。ハサミ味、うん、なんか、でかいからすごい。よだれがね、すごい、まず、ね、よだれもすごい。さあさあさあ、ペロペロ食べてみますか。ティガ、もうちょっと終わっちゃうけど、今日のおやつはもうこれで終了です。はい、なくなっちゃいました。はい、あっという間ですね。あっという間ですね、やっぱ、うん、食べるのが早い。早いね。美味しかったですか。よだれすごいですけど。あ、キレキレタイムしてますね。下のお掃除タイムに入りました。さあ、ティガ君、大満足のようです。もう大満足って言ってますね。このね、チュールをね、どうしてこの優しく舐めるかというと、これは塊じゃないからです。これごと大きい塊をやるとダメなんですね、こういう猛獣というのは。ちょびっとずつ出てくるものとか、そういうものにはそんなにね、塊をもらうほど興奮しないんです。ただね、これね、一つ注意すると、うん、チュールはちょっと美味しすぎるんです。はい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 、うん、だからもうちょっと美味しくないものでやった方が、
飢餓のためになります。虎のためになる。ああ、そうなんですか。そうです、美味しいのをやっちゃダメなんですね、実は。え、なんでですか。美味しいものをやると興奮が強いからです。要するに犬をね、可愛いからといって褒めすぎて暴れてね、部屋の中ひっちゃかめっちゃかになっちゃったりと、あれ褒めすぎるからダメなんです、これっていうのは、食べ物ですけど報酬なんです。だから褒めすぎてるのと同じ状況なんですね、ですからもうちょっと美味しくないものだとティガーは落ち着いてペロペロってできるんです、だからあまり美味しすぎるものをやっちゃダメですね。だからね、トラ用にもうちょっと美味しくないチュールを開発してやったらば、世界中のトラがティガーみたいにおとなしくなりますね。なるほど。そうですね、はい、美味しすぎるんですね。美味しすぎるのはダメなんです。ささみ味じゃなくてちょっと毒ダミ配合とかしてまずくしてやる。ささみ配合です。はい、チュールも食べ、舐めるんですね。舐めますよ、ちょこっと毒ダミ配合してやればいいですね。あ、そうなんだ。ちょっとね、旨味を取ってやればいい。うますぎちゃダメなんです。興奮した、興奮した。ですから一番いいのは、このチュールの味をこのミルキーにしてあげるとかね。ミルキー、はあ、ミルキー味のチュールをして、ね、作ってあげるとか、そのぐらいでちょうどいいんです。お肉が美味しすぎるんですね、トラにとって、ミルキー、動物のミルキー味わかるんですか。わかりますよ。ああ、そうなんですか。ただね、チュールよりかは美味しくないと思うので、ミルキー味の、ちょっと美味しくないチュールをこのトレーニング用にして使ったらいいですね。塊はダメなんですか。チュールを塊にしてはダメなんですか。チュールを塊にしたらダメです。大きいお肉もらってると一緒になりますから、トラが興奮してしまいますからダメですね。まあ、チュールを塊にしたとしても、1センチ角とか2センチ角とか、このぐらいトラだったら、猫だったらもう、ここですね、もうあのひまわりの種ぐらいの大きさで十分ですね。このね、犬のハンドラーっていうでしょ、消毒区でね、消毒区でね、ドッグショーに犬を出すってことをチャレンジしている人たちにもチュールは実はおすすめなの。チュールで、トリーツの代わりにチュールで与えるっていう、これでステイなんか教えたり、この今はじっとしなきゃダメなんだよとかっていうのを教えるととっても役立ちますね。でも意外に肉じゃなくてこういったのも舐めるんだって言って意外でしたね。舐めます、舐めます。トラはね、大好きですよ。あ、そうなんですか。大好きですよ。お肉だけじゃないですね、好きなのは。トラはね、特に人に育てられたらトラのことですけども、人にね、上手に育てられたトラってのは、人間と遊んだりとか、人間と接触したりとか、人間と一緒に生活の大好きになりますから、だから、トラと遊ぶツールっていうのはね、世界中で開発してあげると、もっとトラと人間が仲良くなって、そしてトラのことが理解できるようになります。そうすると何がいいかっていうと、トラを本当の意味でも保護してあげることができるようになる。今野生のトラを保護しようって活動してますけど、もう今やってることは自然を守る以外は大した役に立ってないんですから。なるほど。